毎度皆さんこんにちは。平田つのめ、電気自動車チャンネルでございます。まあ、たった 10.5 キロワットアワーのアイミーブでね、いつもこうやって撮ってるわけですけど、まあ住めばいい都っちいますかね、慣れちゃえばこんなもんです。費用ですなんてね、平気な顔しておりますわ。まあ自由で100キロしか走れんでもね、それならそれなりに、充電場所を探したらいいだけです。仮にね、60キロ先行くとしても、まあ足りない20キロメートル分をどこで充電するかさえ考えればそれでええんですよ。そういうわけで、今信号は岐阜県鴨郡川辺町走行中、ちょっと道が狭いですけど、こういう狭い道を走れる電気自動車なんてね、三菱ミーブぐらいしかないじゃないですかね。まあ、日産リーフもね、初期型でも177センチか、こういう狭い道ではすれ違いしにくいやろな、ですわ。さて、かかっちゃった、これはどっちだ、高山本線の、これ高山方面だな。いや、うち鉄オタチャンネルだからね、このまま映したまま喋りますわ。さあ、時間的にどっちだろうね、普通列車かな、特急列車かな。悠長な、あ、でも近く隣が中川辺駅だからちょっと長く待たされますね。まあ待ってる間に、うちがアイミーブを買うときにね、航続距離の短さをどうカバーしたかって話もしておきますかね。まあ航続距離はそれこそ、120km って書いてありますけど、冬に導入して、暖房ガンガンかきまくったからもう、40キロ走った時点でもうメーターがね、ガクガク。この16のうちね、4か5ぐらいしか残らんかったという器がございます。でね、今度発売される日産サクラにしたってね、20キロアッタワーで WLTC170 キロですか、でもね、このアイミーブ乗ってるとね、容量は2倍。もうね、昭和時代のあのハワイ来たらから来たお相撲さん、高見山大五郎ですよ。まあでもね、この10キロアットアワーの電気自動車だからこそね、満足できたことは一つございます。それはまあ普通充電1時間でもね、4分の1溜まってくれること、まあそれだから、アピタとかね、ドンキホーテとか、あとイオンモールでもね、まあ3時間充電しときゃ4分の3、7割5分ですから、ものすごくまずでした。あらら、通り抜けたのは秋葉75の東白川口行きやった、まあここ通るあの快速民用の車両もね、箕面だから先で見られるのは1日2往復か、まあ、3往復かもしれんけど、まあいいや、よし、少ないですよ。あとね、容量の少ない電気自動車っていうのは、まあ充電計画をね、しっかり考えなきゃいけませんけどね、前にも言ったと思うけど、まあ鉄道好きですから僕なんか、青春18切符でね、普通列車鈍行旅行 してるのと同じ感覚ですわ。どこ駅に何分止まって、その間に
弁当買うとか、うん、そんなような感覚で乗ってたらね、すぐ慣れちゃいましたわ、うん、まあでも3kWh でね、じゃあ 3kW の普通充電器で、うん、満足するほど充電したって人は思ったより少ないんじゃないですかね。アイミービーでも G タイプとか、うん、X タイプとか、うん、大容量の蓄電池の人は 16kWh あるから、まあ 6,7 時間かかるってことは、裏返すと、うん、5分の1、6分の1しか充電しないっていう話がありますから、まあ、そうなると日産サクラが 20kWh で出て普通充電したとしても 7,8 時間かかるんやないですかね、うん、そうなるとやっぱり一番の問題は普通充電器の容量拡充です。まあイオンモールとかもう 6kW 対応の充電器はあるんですが、今のところは 3kW に制限されて運用してます。もうね、イオンモールは6キロワット化を見越して1時間120円にしてるんかな、うん、まあ今後アリアとか、まあ、サクラも対応するかな、そこはちょっと分からんですけど、今後リーフが型モデルチェンジしたとなればやっぱり6kWは欲しくなりますね。仮に 6kW で3時間充電したとしたら 18kWh、 だいたい急速充電30分相当ですね、急速充電30分で 18kW で、その 18kWh で、まあ、実際何キロワットアワーあたり 6.7 とするとですよ、まあ120キロですかね、走れるのが、まあそうなりゃそのテンポから60キロ、まあ50、60キロの範囲にある人は、容量を減らさずに帰ってこれるって感じですかね、いや帰ってくるまでには、じゃあ行って帰る分までの容量はあるってことですよ、まあ僕なんかイオンモール一番近いところで20キロ、まあ次に近いところでも30はないですから、そう考えれば僕もそういう電気自動車買うといいんじゃないかな。6キロ充電でき、普通充電で6キロいけるやつ欲しいですね。でも3キロでもね、十分事足りてますよ、このアイミーブの場合。だからサクラもね、多分3キロで打ち止めになるんじゃないかな。です。まあ仮に仙台リーフ乗ったとしても 30kWh ですとね、まあ 3kWh で 21km として、 21km 走れるとしても、まあ2時間ありゃ行って帰れるのかな、まあ、3時間なら余裕ですわ。3時間充電したら余裕で行って帰れてお釣りが来るあと問題は価格。せーの、ハマーチだったった。やっぱりね、電気自動車の中古を買うとしても、僕は100万がね、まず、普通の無難な線かなと思ってますよ。実際リーフ 30kWh のモデルは120万ぐらいで推移してますし、あのリーフでも30キロでもね、
まあセグが1個かけてたところで150キロ走る個体が多いですんで、僕的にありかな。まあセグが1個かけると、まあ 10% から 20% ぐらい容量減ってるって言いますけど、まあいいや、仮に30キロリーフのセグが、じゃあ容量がね 80% だとしてもですよ、24キロアッターはこれに 6.7 かけると180キロか、まあ僕の場合飛騨大阪までは行って帰れますね。二の尾だから飛騨大阪やったら、まあ仮に充電カードを作らんかったとしても、道の駅渚が今んとこ無料充電できますからね。し、上りで電力食ったところで下りは、上りといってもね、山へ向かう分には電力食いますけども、帰るときはね、そんなに電力食わねえっていうか、位置エネルギーがねアシストしてくれますから、まあ8割充電でも十分変わりますね。こういうね、電池の小さい電気自動車乗ったからこそね、シビアに考えれる、まあストイックな人間になりましたから、そういう人がね、電池の大きい電気自動車に乗ればね、心にもっと余裕ができると思いますよ。し、そういうね、ストイックな精神で培った、知識やね、そういう大きな電気自動車って乗ったところでね、生かされないわけじゃなくてね、必ずどっかで生きてきますよ。やっぱり ドラゴンクエストのごとくね、経験値を貯めることでレベルアップしますから、それにアクセルの踏み加減でね、一番いいのはやっぱりね、電流ゼロかな、電流ゼロの電流計でね、電流をゼロ付近持っていく、もしくはね、電費マネージャーっていうかね、電費表示計をつけて、管理する、なるべく数値の多いところ、99キロメートルパーキロアッターは、まあマイナスでもね、その数字が多いときは逆に電流少ないですんで、そういう制御をすることで、航続距離は稼げますし、仮に電池が劣化してきてね、内部抵抗が大きかったとしても、電流を減らすことで、航続距離は伸ばせますよ。それはもう電気屋のね、W=I2R っていうかな、ワットの公式、ワットの仕事量の公式で出ますから。ちなみに僕のチャンネルはもうね、電気管理技術者という、まあ、電気主任技術者とか電気工事士とか消防設備士とか、電気の資格のね、電気の資格といいますか、まあ、電気のプロエキスパート向けの、理工系チャンネルですので、まあそこはわきまえてください。もう数字アレルギーの方はね、うちのチャンネル見ても意味わからんです。正直数字公式アレルギーは克服してください。それが理工系の僕の仕様ですってか。もう一つね、うちにアカウントがね、ありまして、電気を計算する種族、電計算種なんてのもねありますけども、まあ電気を計算することはね、電気自動車乗りのね、電気自動車乗りにとって鬼に金棒でございます。まあここまで見てくださった皆さんもね、他の動画見て納得してくれたと思いますけど、まあね、分かる方も分からん方もね、ここまで、ご清読ありがとうございました。じゃあまたね、ほきにー。